なんだってんだよ、まだ鍛え方足りないのかよと五郎には言ってもらいました。お前に負けるようじゃポケモンリーグはまだ早いってか。畜生、もっと強くなってポケモンリーグ勝ち抜いてやる。なんだって俺は最強のポケモントレーナーチャンピオンになるからな。メイ、俺に負けるまで誰にも負けるんじゃねえぞ。うわあ、そう言われるとちょっと気持ちが高ぶってしまうね。五郎なりの激励をいただきまして、では改めてみんなを回復させてあげてからだね。四天王に挑んでいきましょう。さてさて、みんなを回復できたので、今度こそ四天王戦頑張ってみましょう。この人話しかけるといいんだよね。ポケモンリーグに挑む資格があるか確かめよう。あなたが信用地方を巡り手に入れたバッジは、黒金のコールバッジ、白帯のフォレストバッジ、トバリンのコボルバッジ、ノモセの封縁バッジ、安賀のレリックバッジ、ミオのマインバッジ、キサキのグレイシャバッジ、そして渚のビーコンバッジ。こんなところでこの音楽聴けるのちょっとドキッとしちゃった嬉しい、よろしい。信用地方のジムバッジを全て持つトレーナーよ、その力をここでも発揮し栄光を勝ち取ってみようと言ってもらいましたので、いよいよやっとなのかな、いよいよなのかな、リーグチャレンジしていきましょう。これは登っていくタイプだね。一番最初、まず四天王の一番最初が誰かというのは全く分かっておりません。どちら様でしたっけ見ても思い出せないけれども、私の一番最初に出てくるのはルージュくんが出てきてくれます。話しかけていきましょう。りょうさん、はい、ようこそポケモンリーグへ。僕は四天王のりょうです。よろしく。あ、僕、虫ポケモン好きなんで。だって虫ポケモンかっこいいし、綺麗でしょ。そう、僕、虫ポケモンのようにパーフェクトになるため、ここで虫ポケモンのようにパーフェクトになるためここで挑戦者と戦っています。では相手させてもらいますとのことです。あ、この今回さ、こっち側左側にも自分の姿が出るのお着替えしてきて嬉しい、よかった虫ポケモンが出てくるとのことなので、ルージュくんがね、こちらは出てきてくれるので虫ポケモン対決にかからずともなりました。どんな感じになるかな、ちょっと緊張しちゃう。ルージュくんが指示を待ってくれております。ポケモンさ、相手ももう5匹いる。いやー、大丈夫かな、ちょっと不安ではありますが、まずは効果抜群を狙っていきましょう。虫のささめきが来てしまうけれども、大丈夫だね、まだ大丈夫だけど、あ、なんだろう、何か持ってる。黒いヘドロで少し回復しております。いやー、やっぱり持ち物こだわるかもしれないね、四天王たちもね、全員が全員何か持ってるかもしれない。月の光だー、月の光でちょっと回復されてしまう。結構しっかり回復するじゃない。さすが虫タイプの四天王って今までいなかったか、覚えてはいないけれども、ほとんどいなかったと思うから、いや、実力派なんだろうな。ね、虫ポケモンでここまで来れてるっていうことだもんね。いやー、ドクドク来ちゃった。ドクドクは厳しいんだよ。ルージュくんが毒を浴びてしまっております。どうしようかな。回復していくべきなのかしら。元気のかけらは10個しかないけれども、迷う。回復すると回復した先のポケモンがね、先にダメージを受けるみたいなことにもなる。迷うよ。月の光でどんどん回復していく。向こうだってほとんどこれでノーダメージだもんね。黒いヘドロもあるし。いやー、厳しい。頑張ってルージュくん、ちょっと急所に当ててほしいな、ね、ちょっと翼返しがさ、急所に当たってくれると倒しきれそうな感じはするんだけれども、虫のささめきが来ちゃう。耐えるのは耐えられるけれども、にゃーん、これはなかなか一番最初から厳しい戦いになってしまっております。ルージュくん、毒で倒れてしまった。どうしようか。効果抜群を狙えるというと、カン君のエアカッターが安全かな。でもこう、毒がね、カン君にもあるから、
毒タイプの技を受けるっていうのはそこまでダメージないんじゃないかなという期待も込めまして、カン君に頑張ってもらいましょう。頑張れ頑張れ頑張れ。効果抜群なんだけどな。抜群ではありますが、虫のさざめきはどれぐらい、あほとんど効かないね。よし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 、これはちょっと思ったよりも効かなくてよかった。そうですが、このままエアカッターで戦っていきましょう。四天王戦やっぱり厳しいね。今までのジムリーダーとかよりもかなり手応えがあるって言ったらちょっと違うかもしれないけれども、こうかなり苦戦しております。厳しいかな。毒ケールめっちゃ回復する。頑張って頑張って、エアカッター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 、どう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 。いやー、月の光がさ、相手の月の光がなくなるのを待たなきゃいけないかもしれないね、もしかしたらね。カン君としても、貝殻の鈴でちょっと回復してくれているので、ね、そこまでこちらとしてもダメージはないんだけれども、いやー、消耗戦になってきてしまっている。初手なのに、一番最初なのに、頑張れ、頑張れ、ここでちょっと急所に当ててほしいな。そろそろだって月の光来るでしょ、来るね来るね。いやー、頑張って頑張って、カン君虫のささめきが来ましたので、月の光使い切ったのかな、相手かもしれない。特防がちょっと下がってしまっておりますが、ここでようやくエアカッターで倒しきれるんじゃないかしら。当ててね当ててね。嘘でしょ嘘でしょ。回復の薬こんなところで使わないでほしかった。また同じ感じになるのも厳しいけれども、こちらのね特防がちょっと下がっているのもちょっと気になりつつ、いやもうちょっとエアカッターで頑張ってみてほしい。いや回復の薬でももう一回使うよね、おそらく四天王は回復の薬2個までは使うんじゃないかなと思っております。最後のポケモンとかで使うのが定石かなとは思うけれどもね、ちょっとこう2個でも毒ケールに使う可能性もある。光の壁だ、どうなの。ちょっとずつさ、こちらの特防も減ってて、向こうはちょっとそういう補助技も使ってみたいな感じになってるから、だんだんエアカッターの威力があんまり効いてないんじゃないかしら。頑張ってほしい頑張ってほしい。虫のさざめ来ちゃうけど、貝殻の鈴があるからそこまでとんでもないダメージにはなっていないけれども、だんだんねカン君の PP が気になってきましたよ。いやあと1回では削りきれなさそう。ほらほら、もう半分ぐらい使われてしまう、使われる使わせられるになってしまった。もう大丈夫なの、この後大丈夫なのかな。まだまだいるのよ四天王って。いやあ、毒ケール毒ケール、こんなに苦戦すると思ってなかった。ああ毒ケール引っ込んだ、引っ込んじゃったねえ、こんなところで引っ込むと思っていなかった。アゲハントが出てきてしまっただけれども、どうなる。同じくエアカッターで効果抜群は抜群だと思うけれども、でまあまあまあ貝殻の鈴でちょっと回復するのはいいとしまして、なんだろう、何かちょっとこう有効な技を持ってるのかな、ちょっと警戒はしたいけど、まあ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 今のところは問題なく効果抜群を狙っていけております。そしてサイコキネシスだ、大丈夫かな大丈夫かな、どれぐらい、効果抜群、悲しませないと持ちこたえてくれてるカン君ありがとうありがとう。だけど光の壁なくなったけど、いや勝った、どんな感じ、倒しきった、やったやった、頑張った頑張ったカン君、カン君ありがとうありがとう。だけどどうしようか、ちょっともうこれは解雇していった方がいいんじゃないかな。元気のかけらの数のこともあるし、ヘラクロスが出てきますが、ここは入れ替えるを選んでいきましょう。誰にしよう、誰がいい、
迷っちゃうけど、シアンくんのドリルくちばしで戦っていくのがいいかな。ヘラクロスだったら多分そんなね、草タイプの技、電気タイプの技は多分持ってないと信じて行こうか。いや、わかんないけど、ドリルくちばしで効果抜群を狙っていきましょう。かわらわりは、うわ、結構ダメージを大きく取られてしまったけど、効果抜群。よし、ちょっとだけ回復もできまして、こちらはシアンくんが食べ残しを持ってくれているので、ちょっと回復、火炎玉で火傷を負った、火炎玉持ってたのね。なんで、ちょっと気になるけれども、回復の薬を使われてしまったので、自ら火傷を治しましたね、向こうのヘラクロス。だけどおそらくこれで回復の薬は相手はもう使えないと思われます。今までの感じだったらそうなんじゃないかなと思いつつ、ドリルくちばしで戦っていきまして、また火炎玉はそうなんだ、1回だけじゃないんだね、2回なったけど、そういうことね、から元気だ。ちょっとこう自分のピンチの時の方がね、から元気強いからっていうことだよね。それはちょっと思ってなかった。どうしようか、マジカルシャインが効果抜群だからミントちゃんに変えっこしまして、まあ回復の薬多分しないと思うから、もうね、やけどで倒れていってくれそうな気もするけど、から元気が来ちゃう。にゃー、うわー、頑張れ、応援することしかできない。よし、ヘラクロスはなんとか倒していけました。セントタワーすぎる。いやー、ミントちゃんのレベルが上がってくれました。ライムちゃんのレベルも上がってくれました。ピークイーンが出てくる、ピークイーンが出てくるの厳しいな、誰が出ても厳しいな。もうだってあと3人こちらも。いやー、サンくんの切り裂くがいいかな。いやー、ちょっとね、ミントちゃんがさ、こうちょっと虫タイプの技を受けるのがちょっと危険かもしれないのよ、かもしれないので、緊張感で木の実は食べられなくなったけれども、それはまあ大丈夫だとしましょう。切り裂くで戦っていきましょう。サンくん頑張って褒めてもらおうと狙って急所に当ててくれました。偉いよサンくん。攻撃指令が出てきまして、この攻撃指令ってミツハニーがさ、めっちゃ近く寄ってきてくれてるみたいなことなのかな。ちょっとそんなことを気になりつつ、金策でこちらは戦っていきたい。いや、また急所に当ててくれてる、ありがとう。あ、向こうは食べるのね、木の実。相手の持ち物がちょっと厄介だな。攻撃指令が来ちゃう。大丈夫、耐えられなかった、ごめんよ。いやー、ここどうしようか。ライムちゃんがいいかな。ライムちゃんにかえっこしていきましょう。ミントちゃんがね、控えてはくれているけど、向こうまだ3匹ポケモンいるんでしょ。いけなくない?この後四天王戦いけなくない?私、頑張って、効果は抜群なのよ。抜群だけれども、ちょっと厳しい感じがするね、やっぱり。いやー、レベル差かなー。いやー、ライムちゃん。これ、一人目でさ、倒れる可能性がある。いやー、頑張ってほしい。いやー、ヘドラ爆弾がいい、ギガドレーンがいい。いや、もう何がいいかわかんない。マジカルシャインで行ってみましょう。頑張れ、ミントちゃん。あと3人頑張って倒しきってほしいけど、いやー、頑張ってる。悲しませまいと持ちこたえてくれておりますが、ここで回復させる勇気がない。マジカルシャイン、これでも倒せるでしょ。倒せました。で、次は出てくる、だからそのタイミングで回復させることはできるけど、ドクケイルは入れ替えるってできる？できないよね。こんな絶望的なことある？いやー、もうあとがないのに、どうしよう。ここで回復させないと
もう厳しいよね。ミントちゃんはもう厳しいよね。一回では倒しきれない気がするから。となると、こそ元気のかけら。元気のかけらで、使うんだけど、誰？ここはやっぱりシアンくんかな。あ、カンくんがいる。カンくん残ってくれてるんだね。そうだ。あの、瀕死じゃないけども、なんかあの、ゲージが少なすぎて見えてなかった。シアンくんにしようか。シアンくんに元気のかけら使って、でちょっと元気取り戻してもらって光の壁してくれてるからここで、そしてでもあれだね、黒いヘドロでちょっと回復するはずなんだけど、どうしよう。こうかシャドーボールの方がいいような気もするけれども、ギガドレインでちょっとでも回復した方がいいかな。毒ケイルが引っ込んでいきました。光の壁をするためだけに出てきたということだね。ドラピオンが出てきた。ドラピオンどうなの、どうなんだろう。厳しいんじゃないかな。効果今一つだよね。いやー、こんなに厳しい戦いになるって思ってなかったよ。ミントちゃんはでもマジカルシャインが効くかな、効くのかな。辻斬りは厳しい、耐えられなかった。ごめんよ。どうしよう。カンくんは厳しい気がするね。シアンくんがまだちょっと体力あるからシアンくん出すでしょ。でもしシアンくん力尽きちゃってもカンくんが出てきてくれる。でカンくん出てきてくれたら即座にまた回復すればなんとかなる。何がいい、波乗りがいいかな。向こうの方が早い。いやーどう、耐えてくれてる。よし頑張れ。もう応援するしかできない。よしやったー、頑張った。急所に当ててくれました、ジアンくんが。あー、偉いんだけど、で、食べ残しでちょっと回復してくれるのもありまして、で、毒ケールしかもう出てこないね。よし、このまま戦っていきましょう。もうハラハラする、ハラハラしちゃうけど、でもドリームくちばしがいいかな。ここは波の方がもしかしたらっていうところはあるんだけれども、いやー、こんなところで毒してくる。いや、厳しいんじゃない。ちょっとあの、耐えられないかもしれない。ドリームくちばし、あと自力で毒直してくれた、ありがとうだけど、もう一回なんとかなってほしいな。食べ残してちょっとだけ回復してくれまして、で毒系、あ、光の壁なくなりましたが、何、まだまだポケモンリーグ初勝利は軽いもんじゃないって。本当だよ。頑張って。毒が来てしまうけれどもここで攻撃が来なかったということは、勝てるかな、ギリギリどうかな。やったー、よかったー。こんな苦戦すると思わなかった、正直。いやー、シアン君のレベルが上がってくれて、カン君もレベル上がってくれました。あー、よかったー、僕の負けだー。だけど虫ポケモンの素晴らしさ、ポケモンリーグの凄さ、そしてポケモン勝負の奥深さ、君に伝わったと思うと言われております。あー、もう、さてご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではまたねー。